ボビーと名付けられたその賢い犬はまるで馴染みの客であるかのように、千ウォンを口にくわえてスーパーに入っていき、お金を床に置いて大好きな缶詰と交換し、満足して帰っていった。スーパーの店主によると、ボビーはこの日6回目の来店で、特にこの缶詰がお気に入りなのだが、飼い主はかなり頭を痛めており、何度も缶詰を高いところに隠して、干からびて味気ないドッグフードに取って代わり、ボビーの態度はまるで異物を避けるかのように飢えることを覚悟しても譲らない。でも、彼はどこで缶詰を買うお金を手に入れたのだろうか。ある日の午後、ボビーはビジネスチャンスを見つけ、スーパーの店長がお客にお釣りを渡しているのを見て、素早く行動し、落ちていた千ウォンを奪い取って、頑固ながらも愛くるしい姿勢で驚いたおばさんを付き添って、この幸運の獲得に成功し、缶詰の購入計画を完了させるためにスーパーマーケットに走った。ボビーといつも缶詰を開けるのを手伝ってくれる親切な男性との間には、温かく暗黙の関係が生まれ、特別な方法で勝ち取った戦利品を口に運ぶときはいつも、笑顔の男性を探しながらその馴染みの場所に直行した。ボビーの到着を見たとき、甘えるような目で彼を見つめ、今こそ再び彼がその美味しい瞬間を楽しむときだと知って、最初のうちはボビーはただその期待に満ちた目で彼を見つめ、無言で助けを求めているようだった。時間の経過とともに、この動作は徐々に無言の了解に進化し、それだけでなく、ボビーは社会的な才能も示して、魚屋の主人の店番を手伝った後、報酬として千ウォンをもらうことができ、これは物質的な交換だけでなく、お互いの信頼と友情の構築でもあるのだ。ボビーは実践的な行動で、たとえ言葉なき生命であっても、誠意と努力によって人々に認められ、助けられることを証明し、八百屋の主人もそのかわいそうな目を前に降参し、この恥ずかしく愛らしい恐喝の中でお金を引き出した。こうした一見平凡だが温かさに満ちた瞬間が、ボビーと周囲の人々との間にユニークで深い友情を築き上げ、また市場の小さなスターにもなっていくのだ。ボビーの行動は普通の人々にはちょっと信じられないようで、飼い主の頭痛の種にさえなるかもしれないが、この小さな生活圏で、自分なりのやり方で尊敬と愛を獲得し、真の小さな経済学者と地域社会の喜びとなり、種族の境界を超えた知性と感情の温かい力をその行動で証明してくれた。ボビーと親切な男性の特別な友情は地元の伝説となり、人々はこの利口な小動物が特別な方法で自給自足のやり方を知っているだけでなく、感謝や恩返しの方法も知っていること、そして彼が築いた人間との友情は単なるペットと飼い主の関係を超え、相互理解と支援の模範となっていることに気づき始めた。かつて放浪していたこの小さな命は、今や愛と希望を伝える架け橋となり、その姿は次第にポジティブなエネルギーと密接に結びついていった。人間同士であれ、人間と動物の間であれ、理解と尊敬、そして相互扶助は、調和の取れた社会を築くために不可欠な礎石なのだ。このような素晴らしい変化はすべて、次から次へと起こる小さな、しかし誠実な交流から生まれるのであり、愛の世界に乗り越えられない障害などないことを証明しているのだ。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。